リーナ・ブルーナ・ラーザは、イタリアのソプラノ歌手、パドバの生まれ。14歳から地元で、グイド・パルンボと、イタロ・タバリンに声楽を教わった後、ミラノで、マンリオ・ババニョーリの訓導を受けた。1925年に、ポリテア・マジュ・ノベーゼ劇場で、アデリー・ゴ・ボーイとの、メフィスト・フェレに、エレナ役として出演して、デビューを果たし、翌年には、霊女劇場でも歌った上、 1927年には、アルトゥーロ・トスカニーニに見染められて、スカラザで同役で出演して、脚光を浴びた。その後は、ニコライ・リムスキー・コルサコフの、サルタイ皇帝のイタリアエ演や、エルマンのボルフ・フェラーリの、スライの上演等に参加し、イタリア国内のみならず、フランス、スペイン、エジプトの各都市の歌劇場に客演して、名声を得た。1931年には、 イエトル・マスカーニのカバレリアル・スティカーナのサン・チュッツァ役を歌ったが、この時、指揮をしていた作曲者本人に激賞され、この役が彼女の当たり役となった。1935年には同じく、マスカーニのネローネの初演に参加したが、この年に母親を亡くした影響で、次第に精神的に変調をきたすようになり、1937年には、 オペラ上演中にオーケストラピットに転落する事故を起こしている。1942年にベーザロでカバレリアルスティカーナを歌った後、ミラノの精神病院に入院し、事実上オペラ歌手として引退を余儀なくされた。1948年に再起をかけてツアーを組んだことがあるものの、結局病状が回復せず歌手活動を断念した。 1984年10月20日、ミラノにて生涯を閉じた。ありがとうございます。